日本東京都千代田区麹町麹町は東京都千代田区の地名。現在の麹町は新宿通りに沿って半蔵門から四谷三付までの細長い外区を形成している。住居表示未実施地域。郵便番号は102-0083。旧東京府麹町区は現在の千代田区の内旧歓楽以外を意味する。麹町地域の西側に位置し、 新宿区との区境にあたる。徳川家による江戸城建設以前は、大手町、日比谷方面から局沢を経由して、半蔵門から四谷三つ家へ通じる公州街道の前身となる古道があり、武蔵府中へ通じる重要な交通路となっていた。工事町通りは、複雑に侵食された工事町大地の中央に伸びる、尾根筋を一直線になるように造成されたもので、道路の両側は、 人工的に谷頭を埋め立てたところが入り混じっており、麹町通りの沿道は場所によって地盤が弱いところがある。しかし、近世諸島の造成であるため、記録や絵図が残っておらず、総合的な地質調査も行われたこともないので、地形、地質の全貌はまだ明らかになっていない。歌川広重室町時代中期に、 熊野那智大社の五市が記録した、豊島名字書き立ての江戸市の一門の中に、江戸、高方殿という一族の名字が記載され、この国府方が、麹町の古名であろうと推定されている。江戸から、武蔵国府へ通じる中世の甲州街道の通過地点に立地していた。近年の発掘成果によれば、麹町から四谷駅周辺にあった江戸時代の屋敷地跡から、 溝や工事を製造した手彫りの地下室である、室が数多く発見されており、文字通り工事の産地でもあったらしい。徳川家康の江戸城入城後に、城の西側の半蔵門から西へ伸びる公衆、道中沿いに、町人地が形成されるようになり、半蔵門から順に1一丁目から13丁目まであった。このうち10丁目までが、四谷三つ家の東側にあり、 11から13丁目までは、四谷三助造営の時に外堀を挟んだ西側に移された。麹町は、江戸の山の手を代表する人口密集地域であり、三の祭の時は行列が四谷三助から半蔵門を通って、将軍の上乱を経て竹橋に抜けるコースを取り、麹町からは、当人行列や巨像の作り物が出されて評判となった。 旧東京府高島地区は、千代田区の内旧館田区以外の範囲で、日比谷等も含む。高島地区役所は、高島地一丁目交差点北西角側に置かれていた。1890年代には、高島地区西日比谷町には、司法省の大新院、高祖院、東京地方裁判所及び、法曹会の建物が建設された。1920年代には、 麹町区中6番町14番地には、大新院委員長、平沼木一郎の国水手に団体国本社があったことがある。1943年まで存在した麹町11町目、麹町12町目、麹町13町目は、四つ役にあった。麹町通りは、皇居西面の半蔵門から西へ向かい、新宿駅南口へ至る通り、甲州街道の東端であり、 新宿通りとも呼ばれる。江戸時代には番町の旗本屋敷の消費生活を支える商業地として繁栄し、日本橋の越後屋、白木屋などと並び称された大型五福店の岩木、松屋が現在の麹町四丁目北側に店を開いていた。また、麹町五丁目の大和屋には、店舗の改革の一環の失態事業として土蔵群が建設され、 戦後の道路拡張工事で撤去されるまで異様を誇っていた。明治維新に伴い、徳川家の旗本がすべて失職して屋敷を失い、多くが徳川宗家とともに静岡に移住した後は、工事町通りの賑わいは急速に衰え、江戸時代から続く老舗も廃業や移転した。その後次第に番長に元君や官僚をはじめ、 生在界の有力者が邸宅を構えるようになり、麹町地区も1960年代までは商業地としての名脈を保った。しかし、1968年に都電が廃止されると、麹町通りに沿って走る鉄道がなくなり、地下鉄の有楽町線麹町駅、半蔵門線、半蔵門駅が開業するまで、都市的な発展は停滞した。 1970年代に新宿通りが拡幅され、古くからの町並みが一新されるとともに、工事町一帯はオフィス街に変貌し、商業地区としての性格は薄くなっている。その反面、人口の減少がはだしく、町会活動の維持が難しくなっているところもある。町内に工事が多かったためという説、幕府の工事御用を務めた工事や三四郎が住んでいた。 ためという説もあるが、府中の国府を往来する国府街道の江戸における出入り口であったため、つまりは国府路の町であったという説が有力である。地名としての本来の表記は、工事の印刷標準自体であるものの、電子データ上では環境依存文字にあたり、電子データ上ではしばしば工事を使用しつつも、プレート、紙媒体等の印刷物、 画像データ等には正式な表記を使用しているケースが多く見受けられる。地名だけではなく、機関、企業、学校名などの名称にも本来の事態を採用していることも多い。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、 千代田区の中学校では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。麹町1の6丁目のほか、おおむね内堀通り、東京都道302号新宿両国線、東京都道405号外堀環状線で囲まれた範囲を指す。1878年11月の軍区町村編成法によって、 東京の市街地に十5区が編成された際に、麹町までを含むは、番町地区や長田町、霞ヶ関、日比谷地区、江戸城内郷内の宮城、丸の内、大手町などとともに、麹町地区となった。1880年9月に、麹町11から13町目までは、四つ役に編入。1889年5月1日の市政施行により、麹町区は、 東京市の区となる。宮城や官庁街を要する国政の中枢であり、また、東京府庁や東京市役所も一致した麹町区は、東京15区の筆頭に位置づけられていた。1947年に、神田区と合併し、千代田区となった。麹町及び番町は住居表示が行われていない。住居表示実施前後の町名町域の対象を参照。ありがとうございます。